沼田市立沼田中学校は、群馬県沼田市にある公立中学校。1947年5月2日に開校。今までに2万人以上の卒業生を輩出している。3つの校舎と体育館、武道館、プールからなっている。また、沼田市役所東原庁舎や沼田市保健福祉センター、沼田市立沼田東小学校と隣接している。かつては、 生徒数が2000人を超えるマンモス校だったが、今は400人くらいの中規模校になっている。沼田市立沼田東小学校と沼田市立沼田北小学校区の生徒が入学してくる。1965年度までは、沼田市立沼田小学校区の春名町、清水町、薄根町の生徒が通っていて、1986年度までは、 沼田市立沼田小学校区の東倉内町、西倉内町、上野町、中町、下野町、加治町、幕路町、某新田町の生徒が通っていた。それぞれ沼田市の学区変更や学校の統廃合により、1966年度から沼田市立沼田西中学校、1987年度から沼田市立沼田南中学校に通っている。 10ある専門委員会の中から毎年どれか一つを選ぶことができる。生徒会本部の7人は毎年12月の生徒会本部役員選挙で1から2年生の立候補者の中から選ばれる。2007年度までは6つの専門部がありその中から選んでいたが2008年度に現在の状態に改変された。全部で十二の部活がある。運動部は全部で十五あり。 各部に部長とキャプテンがいる。文化部は全部で3つあり、各部に部長と副部長がいる。2006年度までは運動会、合唱コンクール、武道大会の3つが沼中の3大行事とされてが2007年度から武道大会がなくなって運動会と合唱コンクールの2大行事になっていた。その後に2009年度から校内マラソン大会が始まって、 沼中の新たな三大行事ができた参考沼田中学校ホームページよりありがとうございます。